ルドビコ・カラッチ、または、ロドビコ・カラッチは、バロック初期のイタリアの画家、版画家。ルドビコ・カラッチ、バルゲリーニの聖母油彩、カンバス28、282X188 センチメートル、ボローニャ国立絵画館ルドビコ・カラッチは、ボローニャで生まれた。その地で、プロスペロ・フォンターナの土手をした後、フィレンツェ、パルマ、ベネツィアに旅し、またボローニャに戻った。 1585年、いとこのアゴスティーノ・カラッチ、アンニーバレ・カラッチと一緒にアカデミアデリ・インカミナーティという、いわゆる折衷主義の絵画学校を設立、指導したが、学校とは言うものの、事実上は、徒弟を助手にした工房だった。しかし、この学校、工房出身の大勢の折衷主義画家たちが、ローマや他の都市で有名になった。特に、 16世紀後半のボローニャ派と呼ばれる画家たちを女性したわけである。その中には、フランチェスコ・アルバーに、グエルチーノ、アンドレア・サッキ、グイドレーニ・ジョバンニ・ラン・フランコ、ドメニキーノ・ラがいた。ルドビコ・カラッチは弟子たちに、自然の観察、無理のないポーズに的を絞ったスケッチの練習をさせ、人物を描くときには、はっきりした比率を使わせた。弟子たちの中でも、 ジャコモキャバダンには特に目をかけた。ルドビコ・カラッチはイタリアの絵画、特にフレスコ画を生き返らせ、それが形式主義的なマニエリスムに包括されたと信じられている。ルドビコ・カラッチ自身の作品は、はっきりしたジェスチャーによって書き立てられる力強い雰囲気とスピリチュアルな情緒を生み出す光の揺らめきが特徴的である。 ルドビコ・カラッチは1619年、ボローニャで亡くなった。ありがとうございます。